現代において、福島県藍津若松市と山形県米沢市を結ぶ国道121号米沢街道は、道の区国会津群若松とでは国大玉郡米沢を結ぶ街道である。藍津街道とも呼ばれていた。現在の福島県藍津と山形県大玉地方を結び、約14里に及ぶ道のりであった。若松城下から途中、熊倉宿に至るまでは、城街道。 中海道、下海道が存在しており、それぞれ別の経路であった。また、現代の米沢海道は大部分が国道121号及びその旧道に相当する道が地図にも描かれているが、121号の旧道は大峠を経由するのに対し、近世の本海道はヒ原峠を経由しており、経路が異なる。慶長13年までは上海道及び中海道が、 本街道として用いられていたが、同年に、下街道が本街道として定められ、以後は下街道が本街道として用いられている。特に、本街道は、では散々参りや柳や津国造御事参りなどにも、利用されていた。明治18年には、明治5年に工事が開始された合図三方道路事業が、完成し、大峠経由の道路が開通している。その後は、 こちらの合津若松より、北方、大峠を経由して、米沢に至る道路も米沢街道と呼ばれている。現在は、大峠経由の道が、米沢街道、ひばる峠経由の道は、旧米沢街道と呼ばれることが多い。慶長13年以降、本街道として用いられた、河街道が、若松城下から植えたかの、及川、塩川を経由して、熊倉塾に至っていたのに対して、 先術のように、上海道、中海道が別に存在していた。中海道は、下海道の東側を、若松城下から、富士室、大田、床屋を経由して、熊倉塾に至っており、上海道は中海道の東側を、若松城下から、荒く田、金道、床屋を経由して、熊倉塾に至っていた。若松城下及び周辺でも経路が異なり、上街道が、 海道の起点となる大町の四つ角付近により北に向かい、石道及び荒くでを経由して北へ向かっていたのに対し、中海道、下海道は四つ角付近より七日町などを経由して、富士室にいたり、北へ向かっていた。ありがとうございます。